はい、皆さんこんにちは、こんばんは。まずキャベツをね、粗めのみじん切りにします。はい、切ったキャベツを水に浸します。ちょっとね、色艶が良くなりますからね。ちょっと洗いますね。はい、薄力粉をね、もう目分量で入れております。はい、水を入れてね、少しかき混ぜます。はい、卵一つ放り込みますね。はい、卵入れましょうね。はい、ちょっと柔らかくふわっとなってきました。ここにね、塩コショウを入れます。はい、続いてね、長芋を入れます。少し入れますね。あまり入れすぎるとね、べちゃべちゃになっちゃいますからね。はい、柔らかくなります。ここで、大事なだしを入れますね。はい、はい、水を切ったキャベツをね、入れましょう。空気が入るようにね、この柔らかく混ぜましょうね。はい、ふわふわっとね、こんな感じやね。はい、ではね、揚げ玉、天かすを入れましょう。粉がつおを入れます。風味が出ますからね、これはね。はい、これで生地の下準備ができました。ではね、はい、はい、超久しぶりね、テーブル鉄板これ出してきました。これね、寒い時はこの下ガスですからね、むちゃくちゃ あったかくなりますからね。はい、ちょっと今ね、鉄板を温めております。寒くなるとこのテーブル鉄板の出番でございます。久しぶりに使うので油をしっかりとなじませます。ちなみにこのテーブル鉄板の鉄板だけの重さで約30キロほどあります。モダン焼きにするので、まあね、そばを炒めます。このテーブル鉄板はオーダーですので、まあ、鉄板の厚さはね、いろいろ注文できます。大阪の道具屋筋で購入しました。はい、定番のね、もう豚玉にしたいと思います。変なものあんまり入れんとね、一番定番レギュラーですな。はい、ちょっとね、そばにウスターソースをかけます。一人ですからね、まあ気楽やりますけどね。はい、それじゃあ一人でいただきたいと思います。乾杯。この暖かい部屋で冷たいビールは最高でございます。
はい、そばをねパリパリに焼きます。おお、ええ焼け具合ね。裏面をもう少し焼きますね。ちょっとね、火力を弱くしておりますので、裏面を焼いてね、ちょっと火弱めにしてるからね、ちょっとこっちに、はい、これこれ、卵ね、これがうまいんですよね。たまらんな。おお、いや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 、ええなあ。レギュラーのね、お好み焼きですよ。やっぱりそば入れるのと入れないとではね、これまあどっちでもいいんですけどね、入れてもおいしいし、別に入れなくて後で焼きそばをしてもいいしね、いろいろ千差万別でございます。まあ焼きそば入れた、はい、モダン焼きがおいしいかな。うん、これがねやっぱり。定番のおたふくさんのねお好みソースですな。やっぱりこれうまいよな、甘くてね。はいはいはい、マヨネーズはね欠かせませんね。はい、そして青のりですね。うん、らしくなってきましたね。うん、最後にね、花がつお、ちょっと大きいやつね、これを入れるとね美味しいんですよ。はい、ここで粉がつおを振りかけてもいいんですけどね、まあ先ほど入れておりますので今回は、ね、花がつおを入れたいと思います。それではいただきたいと思います。失礼します。おお、ホクホク、うん、うまいうまい。うまいの。体も温まって、ホクホクです。うん、温かいね。いやいやいや。そうそう、紅生姜ですね。ああ、たまらんの。これはレモンサワーじゃないですけどね、レモンサワーも美味しいですよ。喉がしがスッとするからね。たこ焼き、お好み焼きなどの粉もんですね、飽きませんね。いつ食べても、はい、美味しい。やっぱりね、飽きません、うん、いやいや、これはもうねやめられませんね。はい、最後までのご視聴ね、どうもどうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。